松崎町では13日の台風8号による大雨で太田川が氾濫し、雲見地区のおよそ40軒で床上・床下浸水の被害が出たほか、断水が続いていました。断水は昨日で全て解消し、町は今日から行政の支援を受ける際などに必要となる罹災証明書の申請受付を開始。雲見地区の公民館に設けた臨時会場には、早速多くの町民が申請に訪れていました。臨時会場は来月2日までで、町役場での受付期間は土日祝日を除く来月30日までです。